丸亀ブルーナイター放置グリーンカップ、いよいよ最後の2人のファイナリストを決する戦いとなります。第11レース3つ目の準優勝戦、1号艇馬場芳也、2号艇よろず正嗣、3号艇桑島和弘、4号艇藤田博人、5号艇柳橋博樹、6号艇山本圭志郎、以上6選手の対戦です。定番通りの進入スタイル、シリーズリーダー絶好枠馬場芳也がインコースに構えていきます。白星量産、そしてその全てのレース勝ちっぷりも圧倒的であります。今日も華麗なウィーリーモンキー披露するか、1号艇馬場、2コースには2号艇よろず正嗣、こちらは初日から連帯ラッシュ、低調期に命を吹き込みました。2号艇よろず、3コースには3号艇桑島和弘です。期末の A1 勝負もかかる中、しっかりといい集中力で連日戦いを見せています桑島。ここまでがスロー、角の4コース4号艇藤田博人、5コース5号艇柳橋博樹、6コース6号艇山本圭志郎、ダッシュの3名もいずれも A 級勝負がかかる、モチベーションたっぷりの面々であります。警戒ターン見せるか、角4コースの藤田、そして無心で戦う5号艇柳橋、そして6コース山本圭志郎も、ここ一番しっかり展開捉えてくるか。3対3のスタイル、11レース準優勝戦、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番でスタートしました。インコース2コース好スタート、1号艇馬場、2号艇よろずです。1マークは逃げる1号艇馬場芳也、2号艇よろずが指して、3号艇まくっていく桑島、内からは4号艇6号艇旋回も回ってグイッとくる、1号艇馬場芳也が単独先頭、2番争いは2号艇よろずと3号艇桑島の攻防、内からは4号艇藤田博人、後方5号艇6号艇11レース準優勝戦スタート正常です。先頭は1号艇馬場芳也、ここもつけ前観光、2号艇よろず正嗣、切り込む3号艇4号艇ホームスレッジも内をついた3号艇桑島が逆転成功、2番手に、しかし2号艇よろずも外から再び艇を並べていく、2番手の際は3号艇2号艇が並走状態、内側3号艇桑島和弘、外2号艇よろず正嗣、内からは4号艇藤田博人も接近する、4号艇藤田が潜り込んでくるが握ってかわす3号艇桑島和弘、シャープに打ちをついた2号艇よろず正嗣、しかし先手を取った3号艇桑島、わずかにアウトから優勢か、閉鎖かけるか、2号艇よろず正嗣直線コースぐいぐい来る、3号艇桑島を捉えて並ぶ、2周2マークです。その間にぶっちぎり先頭1号艇馬場芳也、2番手2号艇よろず正嗣が先手を取るが、3号艇くるっと運んだ桑島和弘、しかし直線コース立ち上がりどうか、2号艇よろず粘りを見せる、3番手から追い上げるが、3号艇桑島が2番手優勢、1番3番2番最終周回に入っています。ここも圧倒的なパワフルのレースを見せました。1号艇馬場芳也が3周1マークぶっちぎりでクリア、3号艇桑島和弘がどうやら決着あったか、2番手争い一気にリードを広げた、2号艇よろず正嗣粘りましたが、3番手1番3番2番4番手4号艇藤田博人、後方は5号艇6号艇が続いています。第11レースラストの準優勝戦、先頭はインから堂々押し切っていった1号艇馬場芳也、明日のファイナルも絶好枠となりそう、3号艇桑島和弘、2番手3番手2号艇よろず正嗣、1番3番2番でゴール、先頭1番馬場ゴールイン、2着3番桑島ゴールイン、3着2番よろずゴールイン、4番藤田ゴールイン、5番柳橋ゴールイン、ラスト6番山本ゴールインです。